ゆいちゃんのボールのこだわりはあります？なんか前はケア使ってたんですけど、今はタイトリストのベロシティ。これの好きなところはどこなの？なんか打感が柔らかいんだけど、うん、飛ぶ気がする。おお。なんかやっぱみんなさ聞くとさ、うん、飛ぶがやっぱ重視されてるね。でスリクソンも使ってるんですけど、なんかちょっと重い。でもなんかこう触れるときはスリクソンの方が飛ぶ気がする。今日触れないな。冬だし。色はなんかオレンジが好きとかある？オレンジ好き。黄色とオレンジが好きで。みんなボールのこだわりがあってね。でも大事なボールだからなくすときは色を変えてやってます。ここはなくしそうだっていうときは逆に絶対池越えたいって思うときは逆に使う、うん、使う。そこもメンタルでね。メンタル強化してます。面白いですね。ありがとうございます。バンカーに入れると結構それも難しいから、ベリースティカーだったらあのひょろっとした木左の狙っていくと引っ掛けは怖いですけどね、景色的には。いきます。あー満開だよ。いやー危ない。近道近道。運がついてる。いい。ナイスショー。ナイス。綺麗にまっすぐです。全然いいもんね。しかも今ダフっててあの感じだから。ダフっての関西弁らしいです。多分聞いてる方はめっちゃ怒られてる。バリバリの関西弁ですけど。お、いいよ。戻る。戻る。戻る。ナイスー。止まって。止まる。ナイス。マイ。ナイス。お、これもいいよ。やめろ。お、ナイス。皆様、花粉症の時期になりました、はい、花粉症ですか？はい、花粉症です。花粉症、花粉症。どうしてる？花粉症辛すぎて辛すぎて辛すぎるんですけども、今日は今日のために1日1回しか飲んじゃいけない病院で処方された花粉症の薬を昨日の夜と今日の朝、夜と朝に飲んできました。飲んできました。安全。さあ今日は大丈夫です。耐えてます。耐えてます。いやー飲んじゃいけないもの飲んじゃった。ケミカルです。ケミカルね。頼る。そう頼る。
セイラちゃんはどうしてるの？私は市販の、 あの花粉症の薬を一応規定の量守って飲んで飲んであとは目薬とかかな。持ち歩いてる？ゴルフの時も、うん、持ってる。カートバッグの中に入れてある。あと一応予備のコンタクトも入れといて、うん、そっか、花粉ね、コンタクトも入れれなくなるって言うもんね、うん、あとは気合い、気合いで一番ひどい、ゆいちゃん一番ひどいです。車からすごかったもんね。かわいそう、声も出なくなるしね。そう、声が出なくて。でも一番気合いかもしれない。やろやろ、今日喋れてる不思議、気合い入ってる、うん、なんかもう3月に入ってからのゴルフは本当にもうひどすぎて、打つ時に呼吸ができないからそれでもうずれる呼吸をしてから行こうと思ったらもうずれちゃう。あと何より人のショットの時にそうにね我慢するみたいな押した方がいい。それに集中、ね、気合いよな、気合いね一番いい薬は気合い、気合い、うん、あと睡眠とお水めっちゃあるよすごい、昨日の夜から今日の朝にかけてすごいお水飲んで、なんだ、水飲むと結構鼻通るかも、通るから、うん、水分を取った方がいい。参考にね、皆さんしてください。気合を入れれば花粉症は耐えれるらしい以上です。大丈夫かな頑張ります。頑張ろう。ナイス、いいよ。乗る。いいじゃん。あ、すんだね。すんだね。すん。すん。やばい。これいいよ。登ってくよ。登ってく、登ってく。いや、そっちじゃなくて。せい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 。大丈夫。よし。危ない、やった。今日は女子とワイワイラウンドしてますが、いいですね。なんか最近、まあ、レギュラーティーとか、まあ、長い距離でばっかり回ってて、なんだろう、ピンを狙うときにやっぱアイアン使わないし、やっぱフェアウェイウッドで狙っていくことも多いんで、どんどんこう、なんていうんですかね、マネージメントというか精度が、アイアンの精度も最近悪くなってきております。なんでこうアドバイスを受けて、ちょっとレディースティーで多めに回るようにしばらくしていこうかななんて思ってます。なんで頑張りまーす。だけどフェアウェイ。オッケー。フェアウェイ。
右サイド。オッケー。はい。では皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。